よっしゃ、龍が如くセブン始めていきましょうか。ガスパと申します。よろしくお願いします。あー、いっぱい敵いるね。まあ軽くボコしといこうか。あ、いや前回はね全く進まなかったんでね、今回はサクサク進んでいこうかなと思ってるんだけどな。お前ら分かってないね。よし、いや、かわいいか、またお前。おう。あ、そうだ、ハローワーク、三崎へ行って、そうだね。あそこに乗り込むんだよ、あの、施設にね。菜の葉さんのお父さんのいるところに。よい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 よ、入る入る入る。事情はどうあれ、やりたい時にやりたい場所で働けると思わないでほしい。ああ。やっぱりね、そう簡単じゃないんすよね。悪いが無理だね。ちくしょう。外注業者なら話は別。外注業者なら話は別。うん。外注業者。日だまりの城って、全業務を自社の社員で補っているわけじゃない。例えば介護士は日だまりの城の社員だが、その補助をする介護助手は、この派遣会社から人を入れている。うんうん。介護職専門の派遣会社さ。ってことは、俺がここに登録すれば、日だまりの城に出入りできるってことか。だけど、いくら助手だからって、ズブの素人じゃ日だまりの城も派遣には取らない。だから、春日くんはダメ。あたしさんも無理だね。二人とも素人でしょ。期待させて、早くやって。でも、南波さん。あんたは可能性がある。あるよね。元看護師なんだから。え？俺？うん。なんでこんな奴が。こんな奴がって。履歴書に看護師と書いてあったよね。介護には強い経歴だ。そう。やっぱり、ほら、南波さんはもうずっとスタメン入りだから、俺のこのパーティーの。あなたなら問題なく日だまりの城に行けるだろう。よっしゃあ。足立さんは元警察だったらこういう仕事ならあるかな。なんだ？警察だったことを生かすなら警備員がちょうどいい。日だまりの城の警備を、受け持っている会社を紹介。おう、警備ならお手のもんだ。任せてくれよ。おう。俺だけなしか。俺に向いている外注も紹介してくれよ。春日さん、元極道、そして介護施設、これがあったか。何？ここ介護施設の中か。何話してん、ね、みんな同じ顔してんだ。女性、あなた見ない顔ね。新入りなの？ええ、派遣できた難波って言います。あら、そう、お医者さんなの、偉いわね。いや、介護の助手だよ。派遣できたんだよ。まあ、弁護士さん頑張ったのね。ところでおばあちゃん、この施設に向田さんって人が入居してるはずなんだけど、わかるかい？あの一人娘のいるおじいさんなんだが。そういえば朝ごはんはまだかしらね。もうとっくに昼過ぎてるで。あ、ここで結構よ。どうもね、おまわりさん。そっちは何かわかったか？いや、今のとこ菜の葉の親父らしき人間は見当たらねえ。それにしてもちっとも悪徳施設には見えねえんだよな。介護士の数だって足りてるし、医療機器だって最新のもんだ。警備の方もだ。セキュリティから巡回までしっかり金をかけてるぜ。こら新人、何度言ったらわかるんだい。便器に自分の顔が映るまで磨き込むんだよ。ほら、次に行くよ。ちんたらしてたら終わんないよ。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。仕方ねえだろ、お前に勤まる外注業者が他になかったんだから。で、親父さんは見つかったのか？いや、どこにもいねえ。春日の方は？朝から便器しか見てねえよ。あのおばちゃんが厳しくてサボることもできねえ。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントルームに入居してんのかもな。例のバカ高いビップルームか。エクセレントはありえねえよ。聞いたところによると、あそこに入るには厳しい審査があるって話だ。契約希望者は何度も施設側と面接を重ねるんだとよ。面接？詳しくは知らねえが、家柄や社会的地位を審査するんだろう。入居してんのは財界の大物や引退した資産家とかだって噂だ。たとえ金があったところで菜の葉じゃ審査は通らねえだろうな。お前らエクセレントルームは確認してねえのか？確認したくてもできねえんだよ。エクセレントの入居者は完全にプライバシーが守られていて、介護から警備まで全て正社員が担当してるんだ。
エクセレントルームはどこにあるんだ。最上階だ。だけど社員が持ってるカードキーがなきゃ入れねえ。確かめようがねえよ。こら新人、油売ってないでとっとと行くよ。はーい、今行きます。お疲れさん。トイレ掃除だけで丸一日かかるなんて驚いただろう。すげえ数のトイレっすね。そりゃこれだけの大きな施設だからね。ま、明日からはもう少しペースアップしておくれよ。まだ最上階が残ってるみたいですけど。ああ、7階はエクセレントルームって言ってね。私ら外注業者は立ち入り禁止なのさ。あ、俺さっきの便所に忘れ物しちゃいました。取りに行っていいですか。何やってんだい、おっちょこちょいだね。先に降りててください。俺後から追いかけますんで。仕方ないね、さっさとするんだよ。怖がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。それじゃ、おやすみなさい。ただいま。遅かったじゃねえか。便所掃除は板についたか。まあ、あれ、ナンバーはまだ仕事だろ。あいつも真面目にやってるみたいだな。とはいえ、情報なり証拠なり早いとこ見つけなくちゃ。そうだな。でも俺さっきエクセレントルームで変なもの見ちまった。お前、エクセレントルーム行ったのか。で、変なものって。ただいま。ああ、もう死にそうなくらい疲れた。お疲れさん。今日、春日が変なもの見たって話を。ストップ。どうでもいいけど、話は明日にしよう。今日は疲れたし、おまけに明日は早朝から出ろって言われてる。さっきばあさんが一人亡くなって、それでバタバタするからいろいろ手伝えとさ。なんだって。あのばあさんでしょ。うん。どうした。そのばあさんは、紫色の髪の。そうだ。なんで知ってんだ。まさか、でもきっとそうだ。うん。そのばあさん殺されたんだ、エクセレントルームで。エクセレントルームで殺し、見たわけじゃねえが、そうとしか思えねえ。なんで入居者を殺す必要があるんだよ。客が死んだら施設の見入りが減るだけだろ。いや、いや、そうとも言えない。不正受給ビジネスってのがあるんだ。不正受給ビジネス？年寄りが亡くなっても死亡届を出さないで骨壁上は生きてるように、装うのさ。死体はどこかに隠して死人の口座に振り込まれ続ける年金やら医療保険やらをもらい続ける手口だ。施設がその金をかすめるってのか。そんなことできるのか。これ見てみろ。俺が調べた。警備室の奥にある金庫、この中には入居者の通帳とハンコを預けられてるらしい。入居者からしても自分で持っていてなくすより施設に預けた方が安心なんだろう。通帳とハンコがあれば施設が給金を手に入れようと思えば可能ってわけか。
それに誰かが死んで部屋が開けばまた新たな入居者を入れられる。その度にどんどん入居費が入ってくるってわけか。こいつら、ん？こいつらは警備会社の奴らだけど店長の知り合いですか？こいつら全員うちのケツ持ちだった連中だぞ。ケツ持ち？ってことは清流会の組員、うん、清流会の二次団体の竜と僕会って組織の連中だ。竜と僕会かな、うん、しょっちゅううちに来ては女の子にちょっかい出すんでよく覚えてる。でも4年前くらいに別のしのぎで忙しくなるって言って、他の二次団体にケツ持ちが変わったんだ。だが現役のヤクザがフロント企業として警備会社を運営することはあっても自ら現場に立つなんて聞いたことねえぞ。いや、日だまりの城そのもの全てが清流会にしのぎだったら、だとすりゃ施設ぐるみの不正受給もやりかねないか。でもよ、あの中で不正受給が行われるとしたら、ナノハの父ちゃんはとっくに殺されてんじゃねえのか。いや、ナノハさんのおじさんまだ生きてる。なんでわかる？喫茶店でナノハさんが200万円支払った時の会話を思い出してくれ。スマホで盗聴した時の会話か。ああ、あの時ナノハさんから金を受け取った音がこう言った。残り300万。もしも。聞き取れたのは残り300万という金額。そして10日後に何か決行されるってことだ。決行って、そうか、残り300万円を支払わなければ10日後に父親の殺害を決行する、うん、ってことか。殺されたくなければ金を払えという脅迫だろうな。おやじさんを人質に取られてる状況ってことか。でもこれさすがに警察に行ってどうかな。ヤクザの経営する施設だ。すでに裏では繋がってる可能性もある。いやもうマジさ、あの警察もさ結構グルになってるからね、本当に。さらに不正受給した金まで根こそぎいただくつもりだろうな。ひでえな、クソ。待った、ちょっと待てよ。あの会話を聞いた日から今日で何日目だ。動画だ。ってことは足立さんの推理が正しいならおじさんが殺されるのは明日。300万、とても今のナノハにそう簡単に用意できる感じじゃない。俺だってあれば貸してやりたいが、そんなまとまった金今は。いや、金を払ったとしてもヤクザが経営する施設だ。必ず無事に帰るわっかわからない、うん、こうなったら俺たちが何が何でも助け出すしかねえ。そうだ、おじさんはエクセレントルームに監禁されてるはずだ。やってやるぜ。すまないな、雇った早々こんな危ない話ばかり渡らせて。でも頼む、あんたしかもう望みはないんだ、頼む。じゃあ仕事終わったら大入り袋用意してくれ。分かった。おう、分かった。なんで大入り袋って、大金が手に入んのか。昔からソープランドにある風習だよ。お客さんがたくさん入った日に配られるんだ。大入りが出た日は女の子もボーイもみんな幸せそうな顔で帰っていくんだ。で、いくら入ってんだ。まあ相場は3000円くらいかな。3000円、そうなんだ。それっぽっちで命かけるのか。パンパンに詰めたお入り袋用意しておくから絶対に生きて帰るんだぞ。無知から棒まで何でも揃う大人の武器はラブマジックです。ラブマジック、あそこか。昨日言ったわ俺。俺もう3万円くらい持ってるからね、武器の一つ持ってもいいんじゃないかなと思ってるんだよ。じゃあ失礼します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ほら、お、巨大マッサージ機買いますね俺。これいくら持ってんの俺。29000、2万、一番高いのは、うわこれか、50万すんだこれ。今買える俺の一番高い武器は何なんだろうな。俺装備品が何一つないんだよね。でもね、高すぎんだって装備品が。オッケー、ありがとうございました。おお、いいね、結構強くなったんじゃないの。だんだんとね RPG っぽくなってきたね。これはこっちですか。どけお前ら。よし、じゃあ俺のこのマッサージ機の力を見せてもらおう。お、この英国紳士の傘ナンバーさん今装備してますからね。さあ若手ヤクザに一発。おお、だいぶ強くなったね。これはでかい。はい、じゃあこっちですね。はい、暗い。くそ強い。巨大マッサージ機めちゃくちゃ強いぞ。まあ、なるべくお金を手に入れたらこうやってね、物に変えるような感じでいきたいと思うんですが、なんせ負けたらね、もう毎回半額半額って引かれるわけだから、やっぱ効率が上がるよ。敵も倒せるし、お金も入るしね、経験値も入るし、まあ、こちらの方がね、やっぱ装備品大事よ。難波さんも攻撃力上がってるんだったら MP の回復とかもね、MP に頼る必要なくなるんだもん、これで。中田も吐きそうだ。やめろ、マジで、マジでやめろ。いや、とどめを刺すしかない。お前が吐く前に、そんなの顔面に食らったらもう即死だよ。
750円か。あ、さすがサラリーマン、結構金持ってるね。俺マジであそこ行きてんだけど、ほら、もうめちゃくちゃ行きたいわ。さて、じゃあ向かうとしようぜ。日だまりの城へ向かおう。よーし、乗り込むぜ。日だまりの城、日だまりの城。わ、こんな遠かったんだ。よし、行こうか。おー、あえてこのゾーン行く。よし、行きましょう。あー、ここからスタートしたもんな、俺たちの冒険。はいはいはい、わかるよ。で、こう行って、こっちですか、こっちですね。はい、行きましょう。スリ、通り魔。最低な2人が来たぞ。近藤、そして通り魔、大川。うわ、ぽいわ。そういう格好してるな、お前。ボスの缶コーヒーがあるで、ちょっと、はい。10円ゲット、はい。はい、10円ゲット、はい。そしてここも、はい、10円ゲット。お、100円!1 本買えるじゃないか、もう。どれどれ?ほら、120円。そういうことか。完全に捨て場だな。うん。はい。1本ずつ買っとこう。うん。豆腐ならね。ビッグシザース。攻撃力上がった。なんだと、てめえ。ハゲ、お前、ハゲてるくせに何よ、そんなハサミとか持ってんだ。まあ、ボブカッター。次、ボブカッターだな。殺そう。オッケー、ビッグシザーズ。お前殺すな、このハゲ。攻撃力も上がってるし。うん、倒せたな、でかいよ。はい、そして今のうちにパーン。パーンだ。はい、いいね。何あれ。マジカルバッグ。おー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 。おー、すごい。おーおー、かかってきなよとか言われちゃってるけど。チンピラ倒して。で、ナンバさんそこそこあれだよね。スピード速いよね。結構先制取れるんだけど、ほら。エナジードリンクを一気飲みした。なんだと?攻撃力上がった。やばいな、これは。お、状態以上にかかりにくくなった。わ、くそ、わからねえ。どうするか。なんすか、なんすか。うるさい、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 もう。くたばれ、もう。倒せるか、ナンバさん。ほら、ナンバさんも結構強くなってるんだって、ほら。なんだ、この落ちこぼれジャグラー。落ちこぼれジャグラーはほんとどうでもいいな。辻。お前倒そう。倒せるやつからもう確実に倒す。でもこの落ちこぼれジャグラーな、引かれねえか、お前それで。あ、くそ、引かれねえな。サイキックムーブ。なんだな、不気味な笑顔で踊った。いや、そりゃ落ちこぼれるわ、お前。両手を腰について見てるサラリーマンが奥にいるぞ、おい。ほんとどうでもいいんだろうな。お前はどうやって倒そうかな。顔面にスタンプ。帰っちゃったよ、このサラリーマン。喧嘩終わったのか、みたいな感じで帰っていきやがる。なんだ、ラッパーもどき、カラーギャング、車上嵐。クズしかいねえな、ほんとに。無料外国人、マッカートニー。おお、見せてもらおうか、お前の力。大したことねえな。じゃあ、マッカートに行かしてやろう。ファック。あ、ラッパーもどき。なんだ?スティールライム。不思議なディス。MP が減少した。うわ、最悪や、お前。うわぁ、もう。ギャングは死んでくれ、もう。なんだ?ラッパーがさ、マイクで人殴るかね、お前。どんな教育受けとんの?あ、ここが。はい、着いた、着いた、着いた。はい、お邪魔します。入れる?正面から乗り込む。早く次に行くよ、新人!昨日よりペースが落ちてるじゃないか。はいはい!あ!すみません。大丈夫ですか。危ねえだろ、清掃係。ああ、理事長。例の女の父親ですが、向田達郎で間違いありませんね。わかりました。では、今から執行します。
ああ、大丈夫です。しっかり麻酔で寝てますから。さあ、行きますよ。多くの人が最後は眠るように生きたいと願うものです。理想の最後を迎えられるあなたは幸せな人間です。待て、なんだお前ら、どうやってここに。向こうだ、間違いねえ。ナノハの父ちゃんだ。大丈夫か、すぐこっから出してやるぞ。くせえ、随分と早いお出ましだな。お前らここで何をしている。外注業者は入れないはずだろう。お前らだって俺と同じ制服を着た警備員じゃねえか。俺たちはお前らとは違うんだ。だろうな。普通の警備員なら介護施設でそんなもん握っちゃいねえからな。制服の下はびっしり入れ墨が入ってんじゃねえのか。清流会の組員さんよ。いろいろ調べてるようだな。なあ、全部お見通しだ。お前ら清流会がこの部屋で何をしてんのかもな。だったら話は早い。てめえら3人もここに寝てる人間同様ぶっ殺すだけだ。よし、警備員たち、なんでたちがひらがななの。よし、じゃあ倒しましょうか。そうだね。あ、南波さん、このホームレスの格好に戻っちゃったの。なんだ、俺結構好きだったのに、よっしゃ、はいはいはい、大したことない大したことない。もうこいつ倒そう。オッケー、ナイス、松下倒した。そんでお前は、うわくそ、1 未だかつてないその弱さ。腹をバーン、イエーイ。おじさん、あ、起きてきた。あ、違う、医者か。お前が打とうとした薬は何だ。塩化カリウム、カリウムだ。なんてこったや。どういう薬なんだ。海外じゃ安楽死や死刑に使われる薬だ。それじゃ親父さんはこの医者に殺されかけてたのか。あのばあさんもこの手口で殺されたのか。間一髪だったな。安心するのはまだ早いぜ。こいつ、喫茶店の。何者なんだ。直接聞いてみよう。向こうも俺たちに会いに来たみてえだしよ。どこの馬の骨か知らねえが、とんでもねえことをしてくれたな、お前ら。何者だ、お前。この施設の理事長だ。と言っても、お前らには正体がバレちまってるか。清流会の人間だな。そうだ、竜と睦巳会の戸塚だ。清流会ってのは近江にも取り込まれず、気合の入った組だと思ってたのによ。年寄り殺して金を稼ぐようなしのぎしてるとはな。おめえらに仁義や任侠はねえのか。世間様がやりたくねえ仕事を請け負うのが清流会の使命だ。知った口を聞くんじゃねえ。やりたくねえ仕事ってのが老人殺しか。ふざけんな。今すぐここの老人を全員解放しろ。じゃなきゃここの悪事を全部世間にバラすぞ。
好きにそりゃいいさ。ただしお前らがここから出るときは人間の形をしてね。薬品でドロドロに溶かして下水と一緒に流してやるぜ。ぶっ殺してやるよ。来たなあ。おお、早いわ。来たな。トツか、そして青龍会組員2人いるな。いや、これはどうする。やっぱりね、周りの雑魚を先に倒した方がいいと思うね。その前に熱気ブレス、熱気ブレスでこの火傷を負わせることができればもう最高だと思う。で、トツカが目の前にいるし、周りの2人もめちゃくちゃ効くやん。トツカトツカクソ弱かったいいよ、まあ、とりあえずこいつだ。うわー、妨害された。ふわなんやねん、お前出るか。うわ、めっちゃ妨害するやんお前カモン攻撃。トツカトツカクソ弱えな。あれか、俺の防御力が上がってるから、そんな受けないのは。おいおい、お強いね。ちょっと待って、おトツカお前は最後だ。トツカは最後。はい、おいおいし、とりあえずこいつをボコす。おいお前や、はい、挑発してきた。何、たばいの怒り言われ忘れた。南波さん、そんなあなたが、うわー、そんなバカな南波さん。ただ殺そう。はい、股間にバーン、よーい。で、お前で、カノンを殺しましょう。はい、で、チュー、カノンを倒した。なんだ、トスカ、ガン飛ばし？強烈なメンチを切った大人でしょ大人だろうよ、お前。そんな怒りが収まったか、南波さん。はい、せいや、せいや。あ、妨害されそうだな。いけるか、ほら。あ、さて、とつか、めった打ちよ。おお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 おくっそ、289か、1500円。それでもくそ、お前ら一体何者だ。おい、エクセレントの老人を今すぐ解放しろ。そいつはできねえ相談だ。だったら俺たちの手で解放するまでだ。おい、開かねえぞ。緊急用のコードに切り替えた。どうあがこうが明日までその扉は開かねえ。なんだって？無理だ、諦めることだな。どうしても諦めないのなら警察に電話するぞ。健全な介護施設が暴行に器物破損の被害にあって困ってるとな。極道が警察にチクんのか。あんたクズだな。なんとでもいい、パクられたらお前の負けだ。さっさと諦めて出て行け。じゃあ俺もチクっちゃおっかな。何？おい一番、誰にチクんだ。青龍会の会長だ。まず本部に乗り込む。そんで明日の朝一番に老人を解放するよう会長に梨をつける。ふざけるな、やめとけ。これは俺の仕置きだ。会長は関係ねえだろ。やめろ、やめてくれ。その会長さんってのはよほど怖えのか。じゃあお前も俺と一緒に行った方がいいと思うぜ。はあ、俺はお前が何と言おうが会長のところへ行く。でも俺一人で行ったらその怖え会長さんにてめえのあることないこと森に持ってチクっちゃうぜ。なてめえだって青龍会の看板でしのぎしてんだろうが。極道の端くれならこうなった以上腹くくれ。
じゃあ行こっか。ここが青龍会の本部か。うわマジか。あれでね第4章終わるかと思ってたんだけどね、まさかまだまだ続きがあるとは思っておりませんでした。で、ちょっと時間的にもね今回これで終わりにしておこうかなと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。